おい、ピンノ、おい、朝だぞ。なんだよ。起きろよ。今日、お母さんから言われてることあるだろ。ピンノ、よく寝れるな、こんな化け物の横で。怖いでしょ。悪夢見るわ、悪夢。お母さん呼んでたよ、ピンノさん。オッケー。ピンノ来るの遅いから。なんだろうね。ピンノさん、俺たちがあのヘソマルタにやられたじゃん。ヘソマルタ。あいつその名前、ヘソマルタらしいよ。ヘソマルタなの。うん、ヘソが名字ね。マルタが名前ね。ヘソマルタ氏じゃなかったんだ。いやー、なんか、あ、なんか言ってるね、やっぱり。これでリフォームしておいてね。これでリフォームしておいてね。お、手振ってる。あ、エメラルドもらったよ。30個もらったよ。30個。お母さんは仕事に行ってきます。おなあ、お母さんやっぱ仕事だ今日も。おい、仕事だ。まあ、代わりにエメラルドもらったから、これで、このお家をリフォームしておこうと思います。じゃあお母さん、バイバイ。バイバーイ。いや、ボロボロだもんね。お母さん、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。え、皆さん、ちょっと村にでも探しに行く？うん。まあ、エメラルドでね、買うって言ったら村人さんから何か交換してもらおうかな。それ今日なんか入ってんのかな、見てみよう。なんか入ってるね。お、なんだこれ。フライヤー、なんだ、チラシってことかな。お、チラシだ。何のチラシ？お、お、見えるか？セール、家具販売店オープンって書いてるね。家具販売店オープン？場所は村の敷地内に、だって。おお、ちょうどいいね、ピノさん。おお、めちゃくちゃうさんくさいけどね、これ。わあ、すごいね。え、いや、かなり怪しそうだけど行ってみるか。うん。なんだ、家具店の販売。怪しそうだった。いや、怪しいでしょ。え、どこが？チロルさんカラーだったよ。あ、ほんと？うん。なんかお店の雰囲気ちょっと怪しかったけどね。そうかな。え、チロルさんにぴったりのお店だと思うけど。ほんと？家具店だからね、何買うかまた話し合おうぜ。うん。街ちょっと進化してるね、見て。ほんとだ。え、なにこれ。なんかちょっとさ、できてるね。砂場みたいなのできてますね。おお、見に行こう。ちょっと見に行きたいですね。登ってみる。おお、いいじゃん、いいじゃん。おお。あ、いる。へそ丸太いるね、あそこに。へそ丸太くんの前にもなんか水の池みたいなのできてる。見てるね。ね、あいつこの前仲直りしたからもう敵じゃないからな、へそ丸太は。うん、仲良くな。それこっちのセリフな。これ村に続く道がもうちゃんとね、見て、舗装されてんだ。めちゃくちゃ綺麗じゃん。おー、かわいい。すごいよこれ。俺たちがね、拾われた時はここ何もなかったからね、ピノさん。何もなかったよね。洞窟も見て、ちゃんとこれトンネルになってるぞ。おお、ちゃんとほらトンネルになってるじゃん、すごい。ほらほら、あ、すごいね。ほら、おしゃれ。あら、おしゃれだね。あ！あ！見えた！これ絶対そうでしょ。見えたよ、チロルさん。これだよね、あのチラシに入ってた家具販売店ってここだよね、ピノさん。ここだよ、ここ。ここだよ、チロルさん。うわ、もう。ごめん、めちゃくちゃ怪しいね。なんか出てない？ちょっと、なんか出てるけど、これ。紫色の何か出てない？大丈夫？ピノ、これ。入るの？うん、どうする？一郎さんが嫌なら入らなくてもいいよ。いや、入るよ。こういうの楽しそうだからね。これ入り口かな。え、カーテン？なに？おお、すごい。すいません、家具買いに来たんですけど。おお。今日オープンって聞いたんですけど。はい。おお、店主さんかな。お、普通の村人さんだ、よかった。じゃあ、こんにちは。すごい、なんかまがまがしいけどね、ここ。おお、うわ、お店っぽいね、確かに。うん、なんかキノコ生えてるの気になるんだけど。そうよ。大丈夫？これ衛生面的に大丈夫かな、これ。あのキノコって、あのカビ臭いところに生えるからね。うわ、見て、なんか頭飾ってんだけど、ちょっと怖いな。怖い。なに、誰の頭。怖いよこれ。本当だ、火ついてる。なんか怪しくない？ちょっと大丈夫これ。あ、皆さん見て、エメラルドで、あ、家具と交換できるのかな、これ。家電とかあるね。あ、電子レンジとかあるじゃん。これ、これすごい。これ買おう。これ絶対買おう。いや、チロルさん、でも、はは、4エメラルドだよ。もう30エメラルドもらったから、まあ、余裕で買えるよ、これ。すごい、キッチン、え、シンクかな、これ。うわ、エメラルド4個で買えるね。おしゃれだね。電気ついてるじゃん。あ、すげえ。これちょっと、じゃあ、このキッチンシンク1個と、うん、ランプと、
電子レンジ1個、そして椅子4個と、あとこのコンロも買っていくか。全部で19エメラルドかな。よし、買って帰るか。やった、11余る。よし、皆さん、じゃあこのシンクでもどっか置くか。ヒョウさん、それままごとするの？違うよ、ままごとセットじゃないから。ちっちゃいね。一応これもままごとセットじゃないから。ちっちゃいよそれ。これも違うからね。おままごとするんでしょ。違うよ。よし、これでね、皆さん、外装屋さんはね、エメラルドね、頼んでね、やってもらったんだよね。うん。ね、めちゃめちゃいいよこれ。すごい、これ外のね、うわ、レンガも使って、これ生まれ変わったよこれ。すごいね。11エメラルドって、まあ、結構高いのかもね、安いのかわかんないけども、全部使っちゃってね。皆さん、じゃあ家具置いていこうぜ。よし、椅子はもう設置したから、この辺にランプとかどう？わ、おしゃれだね。カチャ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 ね、かなりおしゃれでしょ。うん。椅子もこれちゃんと人数分用意してますから。4つ。それだよ。じゃあこの辺りにピノさん、手洗いのシンク置こうかな。うん。ドン、電子レンジだ。ドン。うわー、すごい。これすごいぞ。で、ここにもね、これレバー置いて。なになに？ファイヤー。うわー。ピノさん、これならね、多分ね、料理全部真っ黒になりますね。ダメじゃん。火力おかしいでしょこれ。ダン。うわー、いいね。どうですか、これかなりハイテクになったと思います。うん。よし、ちょっとお母さん帰ってくるまで待つか。そうだね。うん、まあ座ろっかな、じゃあ。あ、え、ヒョウさん足が折れてる。ヒョウさん体重重いから。え、ちょっと待って、え、待って、本当に折れてんじゃん。ヒョウさん今日買ったばかりだよこれ。うー、嘘でしょ。ちょ、マジ、え、いや不良品じゃないこれ、多分俺じゃないよ。俺めっちゃ軽いもんだって。ピノ乗ってみて。え、ピノ乗ってみて、じゃあ。え、よし、座ろう。あー、あー、壊れた。ちょっとまさか、え、乗ってない、折れた。まだ乗ってなかった今の俺。触っただけだよ。行くよ。全部足が折れてる。折れてる、こっちも。いや、これおかしいな。4本とも折れてるぞ。これは怪しいです。これちょっと待って、本当に怪しくない？え？ヒョウさん、詐欺られたんじゃないの？詐欺られたこと、いや、ないと思うけどね。いや、いつだけ不良品だったのかな？このコンロは問題なかったもんね。まあ、ちょっと火力強いけど、まあ、料理はできなくもないか。できなくもないか。いや、できるか、これ。できないだろ。まあ、でも、まあ、まだ許容範囲か。水は？これ、手洗える？せーの、はい！おー、水出てる。出てるね。え、なんかおかしい。ちょっと出過ぎじゃないこれ、ピノさん。どうなってるこれ。これ、すごい。え、え、吹き出てんじゃない水が。吹き出てる。ちょ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 、これちょっとおかしいね、上に上がってるよ水。ちょっとこれ、まあ、やばい、まずいまずい、これ水使いすぎだって、これ水道代もバカ高くなる。やばいやばいやばい、止めて止めて。ちょ、止めれないよ。止まらないよ。ピノさん、これやばいぞ。止まらないよ、どうする。ちょ、レンジレンジレンジは、ちょっと、じゃあちょっとレンジ温めてみるね。うん。さすがに何にもないと思うけどね。浮いた！壊れた！は？爆発した！うわ、煙出てんだけど。煙出てる！いったー、しかもめっちゃダメージ食らったんだけど。いって、状況整理しよう、ピノ。状況整理しよう、チロル。ああ、まず俺は家具を買った。うん。そしたら壊れた。うん。それだけだ。これは大惨事。これは詐欺だ。絶対詐欺だ。いや、ピノさん、やっぱ俺あの店かなり怪しいと思うな。怪しいかな。いや、これおそらく俺たち、まあ子供ってのもあって多分詐欺にあったんだろう。ライトとかは超いい感じだよ。まあこれは唯一いいね。これだけだね、いいの。あの店ちょっともう一回見に行こうぜ。でも確証はないからね。いや、証拠を掴んで、うん、エメラルドを取り返す。おお。これは潜入だ、スパイだ。おお、スパイ。おー、行くぞ。出てねえな。いやー、ひどいな。はい、ということで、絶対今のね、不良品だと思う方はチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。あ、分かった、いいよ。ちょ、思いついた。なに？あれ、へそ丸太に裏ね。いや、ないでしょ。20エメラルドくらいで、へそ丸太に全部売ろうよ。とりあえず、それ一番の詐欺師だよ。詐欺師チロルになっちゃう。ダメだね、それはね。さすがにダメだよね。皆さん、またボコられちゃうよ。ボコられる。よし、ちょっとね、この怪しいお店で潜入するか。どうする？いきなりね、堂々と入ったら証拠つかめないからな。いや、そうっと。これなんだ？
排水溝かな。なんかフグ泳いでんだけど、ちょっと待って。え、このどこ、この排水溝の中にフグ泳いでんだけど、どういうこと。本当だ、怖っ。皆さん刺されないようにね、毒食らっちゃうから。うわ、すごいフグいる。痛い痛い。大丈夫か。なにこの下水道。下水道なんだこれ。なんかちょっと怪しくないかこれ。うわ、なんか後ろ飛び出てるぞ。おお、これこれいきなり怪しくなってきたぞ。うお、何かあるのかこの中に。下水道が繋がってんじゃない、もしかして。繋がってるかな。ちょ、入ってみようぜ。うん、行ってらっしゃい。あ、またフグいるからやめとこう。元魚人族のチローさんならいけるよ。うんうん、やだよ、違うよ。頑張って。誰が提灯あんこから生まれたチロールや。まあ、そこまでは言ってないけどね。言ってないね。皆さん、これどこ、これ、あ、下水道来て。入るの。皆さん、これ裏側に繋がってんじゃない。確かに。うん、ほら、うわ、こんなとこにあったんだ。あー、なるほどね、絵画で隠れてたんだ。うわ、ますます怪しいぞこれ。チロさんいるよ。あ、いる。天使いる。うん、列にいる。ちょっと観察してみるか。ちょっと怪しいね。うわ、でもこれ宝石じゃないピノ。おー、取っていいの。え、これ取っていいのこれ。ダメだよ。え、お前たち何をやってるんだ。店から出てけ。やばい、やばい、見つかった。やばいやばい、マジか。チロさん、何してるの。店から、やばいやばい、ピノ来てる。ピノ助けて。来てる。メガネが隠れてる。助けて、ピノ。ピノは見つかってないみたい。ちょっと、助けてピノ、助けて。死ね、体力ないから助けてピノ。フグと戦ったんだ俺は。ピノさん。ヘビ声長かったな。ピノさん死んじゃったな。よいしょ、よし。ピノさん大丈夫か。ピノさん帰ってきた。ピノ大丈夫か。どこ。大丈夫か。なあ、あいつどこ行った。店員、あ、いるね。倒したの。倒したよ、この野郎。チーン。おい、てめえ何か隠してんじゃねえのか。隠してんじゃねえのか。申し訳なかった。好きなものを持っていってくれ。とうとう、ピノさん懲りたようだな。うわ、うちのピノ舐めちゃダメだからね、本当に。もう認めましたね、白状しましたね。まあいいよ、自分で白状したから許してやるよ。やったー。よし、じゃあ好きなものを持って帰ろうぜ。じゃあちょっとこれ壊れてないやつちょうだいね。うん、壊れてないやつのシンクとかレンジとかもらっていこうかな。いつもね。そうだね。で、オッケー。よし、これで新品のものを全て置きました。はい。よし、踏んでも壊れないね。壊れない。じゃあ皆さんもう一回手洗ってみて、今回壊れてないか見とこう。よし、行くぞ。せーの。わ、うお、わ、あ、すごーい。すごーい、ちゃんと使えるようになってるね。うん、いいじゃん、いいじゃん。じゃあ皆さん、あとはね、お母さん帰ってくるまでに掃除しとこう。うん、うん、もっとピカピカにしとこう。よし、椅子とかももっと強度チェックしとかなきゃ。よし、お母さんが踏んでも壊れませんように。そうだよ、ないね。もね、ないね、ないね。オッケーオッケーオッケー。よし、特に何もないね、いい感じだね。よしよし、ピノさん。よし、どうした。この部屋って開いたっけ。これお父さんの部屋じゃなかった。今まで開かなかったよね。あー、開かなかったな。あれ、鍵し…もしかしてこれ誰かリフォーム業者が鍵開けたとか。おお。いやいや、見てみようぜ。え、だってお父さんなんて見たことないぜ。ちょっとこれ気にならない。ピノ知らないんだ。いや、行ってみようぜ。おお、でも、あ、ピノは入らないから。入ってみなよ、書斎って感じだぞ、ほら。あ、ただの部屋だよ、見てきて。趣味だから。なんでだよ、俺だけ悪者に住んだ。ただの書斎だけどね、別に何か問題あるかって。え、なにこれ。出た、血がついてる。何、えー、